神戸ポートアイランドホールは、兵庫県神戸市中央区ポートアイランドにある多目的ホールである。通称、ワールド記念ホール。イベントなどで、正式名称はほとんど使用されず、ワールド記念ホールの名称が使われている。ワールド記念ホールは1984年に竣工大阪城ホールに着く日本で二棟目の国際救出内陸上競技会開催可能な、 アリーナを有する施設である。施行には、世界初のパンタドーム広報が採用された。ワールド記念ホールという名称は、株式会社ワールドからの寄付金20億円をもとに、神戸市が設置した経緯から付けられたものであり、現在多くの建物に付与されている、いわゆる命名権によるものではない。屋根の色は、現在、レンガ色のように見えるが、これはサビによるものである。 本来の色は、鉛のような黒色であったが、経年により、青サビの緑色の時代を経て、現在の赤サビのレンガ色へと変化している。1985年に開催されたユニバーシアード、神戸大会の際には、室内競技会場として使用され、2008年まで、毎年12月に開催されていた、伊沢クリスマスオープンテニスの試合や、毎年7月に行われる、 ドラゴンゲートの会場としても使用されている。日本フットサルリーグのデウゾン神戸も以前使用していた。ライブ会場としては、近藤雅彦が利用して、以降、国内外のアーティストに幅広く利用されている。特殊な用途としては、1000人のチェロコンサートの会場として、1998年2001年2005年と3回、使用されており、文字通り1000人を超えるチェリストが一度に、 ホールで演奏を行った。2006年2009年から2012年には、読売テレビ放送主催の音楽番組、ベストヒット歌謡祭の公開生放送が行われていた。2008年からは、神戸コレクションが開催されている。地元神戸大学の入学式及び学位基準式の会場としても毎年使用される。2003年までは、神戸市の成人式も開催されていた。 なお、2020年には、上半期に大規模な改修工事を実施。例年この時期に開かれていたイベントについては、救援課近隣会場での代替開催で対応している。オレンジ色の年は開催予定を表す、指定管理者制度導入施設一覧大規模、改修工事に伴う、休館のお知らせ。ありがとうございます。